現実へデータ送信。あそこに見える四角錐の施設が聖廟です。まるでピラミッドだな。久しいな。エノアから何が起きたかは全て聞いているが、三人とも息災そうで何よりだ。ゾウエ？箱庭もありますわ。箱庭を運んできてもらったの。この先を進むために必要だから。戦力になれない分、せめてこうした手伝いくらいはな。箱庭を運んできてもらった？危険な場所なのに、わざわざどうしてそんなことをするんですの？ここから先が非ネットワーク領域だからです。ネットワークがないから、箱庭が近くないとはみんなをバックアップできないの。負けられない総力戦になりますわね。勝てばいいんだよ、勝てば。それでこのままあの聖廟を目指せばいいのか？エリアの最奥部に不活性状態のゲートウェイがあります。一旦そこを目的地にしましょう。ゲートウェイを活性化させればネットワークが通る。ネットワークがあれば一度補給と休憩ができるから。了解した。最初の梅雨払いは私が行くぞ。アミとレーベンの二人はもしもに備えて箱庭の護衛を頼む。わかりましたわ。もちろんです。それじゃあ早速向かおうとするか。一刻を争う問題ですしね。ゾウエ、ここまで私の体をありがとう。箱庭は軽いからな。大した手間ではない。手間ではないが、あれを体というのは味気ない。そうだ、すべて終わったらエノアにも似合った擬態を作ろってやろう。本当ありがとうゾウエ、とっても嬉しい。夢に一歩近づける。夢？花畑をレーベンと一緒に歩くこと。花畑か。造花で問題なければ作れないこともないが。聞いた、レーベン。楽しみだね。そうだね。なんで恥ずかしそうなの？デートの話を不意調されたからですわ。相手が姉妹気だし気まずいよな。安心せよ、世は芸術への懐が深いからな。そこに愛があるなら何も問題ない。愛ならとびきりあるよ。エノア、お願い、もう黙って。顔が真っ赤だな。テレリコテレリコですわ。愉快な面々だ。全員必ず戻ってくるのだぞ。もちろんだよゾウエ、私たちはみんなで行ってくるんだから。数奇の破壊は確認している。にゃ、止めて。これは感謝の気持ちにゃ。イブの言っていた人間の像がたくさん。瞳が3つに腕が4本。やっぱり私たちと全然違ってますわね。これだけ外見が違えば本当は文化面もいろいろ違ったんじゃないのか。きっとそうだと思います。そうなると私たちは
旧時代の人間が再生したっていうより仮想世界から湧き出た新種の生物ですよね。ただの生物じゃない、かなり危険生物だ。人間を殺そうとしてるんだから。仕方ないよ、どれほど罪深くても邪悪でも私たちは生きていたいんだから。危険分子発見。何者だ？第四人機アントロポス。どうして？私が確かに倒しましたわ。イデアコードの反応がない。あれは本物のアントロポスじゃない、偽物。外見や表面的な性能だけ模倣した存在みたいですね。そもそも壊れた人機のイデアコードは稼働中の人機に分割保管される仕組みだから、私たちを全て破壊しないとイデアコードを含んだ完全なコピーは作れないけど。だったらあれは誰が何のために？性病はイブが保存をされていた場所でもあります。だから彼女はすでに中央管理システムをいろいろと操作しているはず。目的は分かりませんが、おそらくイブが生み出した存在だと思います。有害、破棄、エデンの健全化を果たさなければ。明らかに敵対的ですわ。イブの生み出した存在なら当然だろ、私たちは敵同士なんだから。さて、第四人機アントロポスモドキ、私たちの邪魔をするなら血祭りだ。お前はいつぞや私が首ちょんぱされた元凶だからな。あの時の恨みしっかり晴らさせてもらうぞ。お前たちは人間ではない。なかった。壊れろ。
心と魂を共有した機械たち、未知不明定義できない、お前たちは何者だ。アスタラビスタベイビー、地獄で会おうぜってな。アントロポスがいたってことは他の人機が出てくる可能性もありませんこと？壊れた人機の一般データは中央管理システムに保管されます。イブがそのデータを流用しているなら。第三人機ノエイン、第五人機レティア、第六人機ロゴスの3機は現れる可能性がありますわね。ボスラッシュって普通クリア後の特典じゃないのか。骨が折れるし面倒だが、まあ見せ場にはもってこいか。待って、ミコタ、コピーとはいえ人機、戦闘を続けて行うのは危険。ここで一度交代をしてほしい。だったら私が交代で戦いますわ。了解、続きは頼んだぞアミ。お任せなさいですわ。頑張って。僕は生きるために必死な魂を応援するにゃ。毎度。また何か拾ったら取引よろしくにゃ。人と入れ替わって戦うなんて、なんだか昔を思い出しますわ。そうだな。でも昔は入れ替わるっていうより押し付け合うって感じだったけどな。喧嘩の絶えない毎日だったね。雨降って地固まるですわ。私の知らない3人の思い出ですね。また詳しく教えてください。知らないままはちょっと寂しいので。この個体もイデアコードがない。魂や心の欠如した魔法体。生身で見ると迫力が違いますわね。大丈夫？任せなさいですわ。私の相手をするには全然力不足ですわよ。
どれだけ大きくてもアミにとってはお手玉みたいなもんだよな。ゴリゴリのパワータイプみたいに言うのは失礼ですわ。私可憐売りですのに。うん、倒しましたわ。お疲れ、アミ。以前にレーベンが倒した個体よりなんだか強い気がしますわ。さっきのアントロポスも言われてみれば。相手は模倣体、同等の強さはありえてもより強くなることはないはずですが。考えられる可能性としてはみんなへの反逆抑制機構が働いていないことくらい。既存のシステムに依存しない存在ならありえるね。私たちを人間に近い存在だとみなしていないのかも。機械に対する EVE の優位性がなくなったってことですの？模倣体に限ってはきっとそうなんだと思います。アンデがなくなっただけのことだろう。正々堂々フェアに戦って勝てばいいんだよ。ミコトさんらしい清々しい考え方ですね。アミさん、ロゴスとの戦いお疲れ様でした。そろそろ交代しますよ。助かりますわ。気をつけてね、レーベ。大丈夫、
みんなで一緒に生きて帰らないとだから。飲みの位置にゃ。毎度いいものだったかにゃ。ねえねえねえ、現実空間を機体で過ごすのって仮想空間の中の体験とはやっぱり違うもの？そうだね。体の入出力の機能が違うから単純比較は難しいけど、生きてるドキドキをより濃厚に感じられるかな。ただ単に危険と隣り合わせだからって理由かもだけど。生きてるドキドキ、私もデーベンと一緒に感じてみたいな。きっともうすぐ一緒に感じられるよ。このノエインからはうっすらとイデアコードの反応がある。本物ってことか。でも動かないぞ。故障ですの？外的に壊れている様子はないけど。危険分子発見。第五人機レティア来るぞ。レーベン構えろ。いつの羽に危険を排除。フルアクティベート。光を観測する。抹消、殲滅、消去、否定、削除、焼却。オーバーサイ。対象、観測、破壊、抹消、殲滅、消去、否定、削除、焼却。対象、観測、破壊、抹消、殲滅、消去、否定、削除、焼却。消滅無線。お前は終焉だ。観測、分析、完了。お前たちは不純物。人間戻る日を破壊に観測する。破壊、抹消、殲滅、消去、否定、削除、焼却。対象、観測、破壊、抹消、殲滅、消去、否定、削除、焼却。やった！
こそが神、人間こそがルール、その他は無造無造、観測継続の価値なきもの。消滅見抜け、消滅見抜け、クソ、理解不能。どうして人間に腹が立つ。勇気、使命、命令に行け。びっくりでしたね。今のレティアからはイデアコードの信号がなかった。魔法体でもそこに倒れているノエインは魔法体じゃないんだよね。うん、とっても微弱だけどイデアコードを感じる本物のノエイン。まるで動く様子がないけど。不気味ですわね。危険性はなさそう。ひとまずゲートウェイを活性化してくるね。繋がった。これで補給と休憩ができるようになったよ。いろいろあったけど、みんなお疲れ様。箱庭の本体とノエインはどうするんだ。ここに放置ってわけにはいかないだろう。大丈夫、ネットワークが繋がったからゾウエに連絡してトリニティを派遣してもらうようにお願いした。第八人機エノアの本体は俺たちが責任を持って預からせてもらう。傷つけさせない。不安ですわ。模倣体以外には EVE が優位なのは変わっていませんし、適任だと思いますよ。大丈夫だよ、みんなとっても強くて優秀だから。大船に乗ったつもりでいるがいい。大ボラにならないといいけどな。魚心あれば魚心、ピチピチ頑張る。先ほど活性化したゲートウェイのネットワークを使えば性病まではすぐです。あとは知恵の木っていう管理コンソールに向かって接続しにやってきたイブを倒せば、いや、殺せばいいわけだな。私たちが生きるための正念場ですわね。でもせめて今このひとときだけは無理せず気負わずゆっくり休んでね。戦うために生きてるんじゃなくて、みんなとのこうした時間を生きるために戦うんだから、
この一瞬一瞬が大切だから。お茶会ですわ。ミコト、そろそろ私たちの関係をはっきりさせますわよ。どうしたんだよ急に。だってイブとの戦いに負けたら、イブがエデンの初期化をしてしまったら、今が私たちの最後の時間になるかもしれませんのよ。だから思い残すことがないようにですわ。いや、はっきりさせるも何も、私たちの関係は家族だろ。えい、この僕年次シャーラップですわ。それを踏まえて恋人なのかってことですわよ、うん、つまりそこに愛はあるのかないのか、ライクなのかラブなのかですわ。圧がすごい、マックスヒートですわ。でも私そういうのを口にするのって苦手だから。知りませんわ、私は言葉にされると安心するたちなんですの。別にいいじゃん、ずっと一緒にいようって言い合った仲なんだし。一緒にいれる時間が今で最後かもしれませんのよ。永遠に一緒に生きるか、未来永劫一緒に転生するか、アミが言ってくれた言葉だろ。だったら仮に今生の別れになっても来世でよろしくでいいじゃん。来世は来世、再来世は再来世、根性は根性ですわ。根性の私への気持ちをしっかり口にするべきですわ。私なりにずっと誓いの言葉よりも重たい誠意を見せてるつもりなんだけどな。エノア、今までいろんな苦労をかけてごめんね。それにバイバイって言った私を諦めずに追いかけて、支えて守ってくれて、何より好きって言ってくれたこと本当にありがとう。改まってどうしたのって疑問もあるけど、大きな間違いがあるよ。私は好きだなんて言ってない。あれ、私が言ったのはとってもとってもとっても大好きって言葉。ニュアンスは一緒じゃない？違うよ、だってただの好きより大きいよ。それとさっきありがとうって言ってたけど、そう言われるのも少し違和感がある。どうして？感謝して欲しかったわけじゃないから、あれは全部私のエゴ。デーベンのことがとってもとってもとっても大好きっていう押し付けだったから。エノアは時々つけこまちんきだよね。何それ？私に対して好きって言い過ぎってこと？そうかな、心のままただ素直にレーベンへの気持ちを口にしているだけなのに。そういうところがだよ。もしかしてたくさん好きって言われるのは嫌い？嫌いじゃない。じゃあ好き？まあ。レーベンって人には心のままにっていうくせに、自分は素直じゃないところがあるよね。だって恥ずかしいから。いつか私に言ってたけど、レーベンの方こそもじもじ人気だね。ブーメランになって戻ってくるとはなんだか尺に触る言い回しだよねそれ。じゃあもじもじ人気を卒業すればいいんだよ。心のままにエノアが好きって言わないと。何その理論？レーベンは私のことが好きだったら心のままにそう口にするべき。すごい自信。
だって明白な事実。それに私ばっかり大好きって言ってるのは不公平だなっていう不満もある。はあ、不公平で不満か。なら、うん、私もエノアのことが好きだよ。大好きじゃなくて。エノアさん欲張りますね。心のままにって言ったのはレーベンだよ。確かにそうだね。なら責任は取らないとかな。私もエノアのことがとっても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 大好きだよ。すごいね。大好きって言われるとこんなに心がふわふわするんだ。私今とっても幸せ。あなたと出会えて、あなたと一緒に生きられて、レーベンは幸せ。私の願いが何かは前に伝えたでしょ。だからエノアが幸せならもちろん花丸だよ。ことさん、アミさん、すべてが終わった後に仮想世界を修復できたら、お二人は元の家族のところへ戻りたいって考えないんですか？ありえませんわ。考えないな。好き好んで会いたいって関係じゃないし、仮想世界が修復できた後なら後ろめたさもないし。私たちとしては嬉しいけど、でも本当にいいの？ええ、私の本当の家族はここにいるみんなですもの。私も後ろ髪を引かれるような家族じゃなかったし、そもそも仮想世界のことは全部前世みたいなものじゃん。あの世界での私の生涯にはしっかりピリオドが打たれてる。私にとって大事なのは今だから。アミちゃんの突然質問コーナー。理想のデートプランを教えてもらいますわよ。映画デート。却下ですわ。面白みがありませんわ。もっと意外性のある何かを聞かせていただきますわ。理想を聞いておいてそれはひどくない？相手をもっと知るために聞いていますの。予定調和すぎる回答はいただけませんわ。じゃあ猫カフェ。かっこいいにこだわる美琴さんにしては意外。そもそも美琴さんって猫好きでしたっけ？なんとなくだよ。私には分かっていますわよ。美琴が猫好きの私の好みに合わせてくれたってこと。そうなの？さあ、偶然じゃない？またまた、こういうさりげなく優しいところが美琴の魅力の一つですわよ。筒抜けならさりげなくにはなってないと思うけどな。まあ、私の話はもういいだろ。アミの理想のデートはどんなの？私は美琴と一緒ならどこでも夢見心地ですわ。却下。意外性の話どこ行ったんですか？通常運転。じゃあ別回答にして、式場見学をチョイスですわ。結局意外性ないですし、デートのノリじゃない。はいはい、じゃあ次レーベン。私はエノアと現実の世界でお花畑を歩くことです。約束してますし。ワクワク。となるとエノアの理想のデートも同じですわよね。もちろんだけど、一緒に笑顔でいられるだけで特別な気分に浸れるから、どんなデート内容でもきっと幸せ。甘々ですわ。
聞いてるだけで血糖値が上がってくるな。これより第1回愛してるよゲームをいたしますわ。はい、却下。右に同じく却下です。え、ダメ？面白そうなのに。エノアがいいなら私もいいよ。嬉しい。エノア大好きマシン変わり身が早すぎるだろう。多数決の結果3対1で実施決定ですわ。で、愛してるよゲームってどんなんだっけ？愛してるってお互いに言い合って照れたり笑ったりしたら負けのゲームですわ。ミコトは私と、レーベンはエノアとペアでやりますわよ。へいへい。じゃあ、愛してるよ、アミ。心の底から。来世も、根性も、ずっと一緒にいような。へへへ、耳が至福ですわ。ウィン。瞬殺だ。そっちもちゃちゃっとゲームしたらどうだ？私がレフェリーしてやるからさ。じゃあ、お願いします。レーベンが先行でスタートな。エノア、よろしくね。うん。お手柔らかにね、レーベン。それじゃあ、愛してるよ、エノア。うん。セーフ。次、エノアの番ね。あと、これからは私が勝ち負けを決めるまでテンポよくお互いに愛してるって言い合うこと。わかった。愛してるよ、レーベン。エノア、愛してる。とっても、とっても愛してるよ。私も、とっても愛してる。この宇宙で何より特別。私はレーベンのことはもっとこの世界で何より愛してるよ。お互い身もだえしながら言ってるの面白い。ですわね。二人ともニヤニヤしてないで止めてください。テレテレ